はい、ここまでですね、あのリーマンテンソルに関して、まあ、定義をして、でその性質についていくつか述べてきたわけなんですけど、そのリーマンテンソルに派生してですね、そこから派生して、まあ、いくつかのテンソル量というのを定義することができます。はい、でそれをね、ちょっと、まあ、それらがリッチテンソルとか、まあ、リッチスカラーとか、まあ、アインシュタインテンソルとか、そういうふうに言われる量なんですけど、まあ、それをね、ちょっと導入していきたいと思います。はい。まず、このリッチテンソルなんですけど、リッチテンソルどう定義されるかっていうと、まあ、R μ ν とか書いたりして、うん、これは、リーマンテンソルの2つの足を潰した量です。ロー、μ、ロー、ニューです。うん、まあ、1個目と3つ目。うん。で、足を潰した量だよね。うん。いいかな。で、これを、まあ、その、エクスプリシットに、あの、用に書いてあげれば、まあ、その、リーマンテンソルの標識をね、覚えてる人は、まあ書けると思うんだけど、こう書いちゃって、ローをここに入れるんだね。ロー、ロー、ロー、ローか。こうだね。うん。で、ここがローシグマなので、うん。ここがローシグマなので、ロー、ごめん、ローニューなので、ローニュー、ニュー、ローって書くでしょ？うん。で、ロー、ニュー、ニュー、ローって書くでしょ？うん。で、ここに残ってるミューを詰めていくと。ミュー、ミュー、ミュー、ミューと。うん。で、残りは適当に足を潰すと。こうだね。はい。まあ、まあこれが、その、エクスプリシットな標識でね、クリストファル記号を使った。はい。で、まあこの、R μ ν っていうのを、これをリッチテンソルって言います。はい。こういうテンソル量が定義できると。はい。で、まあちょっと、まあ重要な性質なんですけど、この R μ ν って対称テンソルです。うん。なぜかっていうと、うん。R の、まあ μ ν は定義から R、ロー、μ、ロー、ニューなわけだけど、うん。これを、まあ、下付きで書くと、ローのシグマ、R のシグマ、μ、ロー、ニューって書いてもいいよね。うん。で、前示したリーマンテンソルの性質。ここと、ここをごそっと入れ替えても、値が変わらないよっていう性質を使う。うん。使うと、G のローシグマ、R のローニュー、シグマミューですね。ここだね。うん。で、今この軽量が、軽量とこのローで足が一個潰れてるので、そういうふうに見ることができるので、これは R の、シグマニュー、シグマミューだね。はい。で、こう見ると、リーマンテンソルのこことここで足が潰れてるわけだから、これはリッチテンソルの定義からニューミューと、うん。ということで、この足の入れ替えね、うん。そのリッチテンソルに関して足を入れ替えると、まあ値が変わんないと。足を入れ替えてもね。うん。いいかな。まあ、これがリッチテンソルであると。うん、で、次、リッチスカラーなんだけど、うん、これは、スカラー量です。はい、スカラー量で、うん、これは、
ニッチテンソルからこういうふうに定義します。うん。その R のミューニューって足をこの G で潰したやつね。軽量テンソルで潰したやつ。うん。で、これを、ニッチスカラーと。うん。いいかな。まあ、こういうふうに定義します。はい。うん。まあ、ここら辺の量は、実はですね、後々、その、アインシュタイン方程式。うん。アインシュタイン方程式を解くのに、その、アインシュタイン方程式の中に出てくるのが、こういう、リッチテンソルとか、まあ、リッチスカラーなので、うん。まあ、こういうテンソル量があるっていうのを、ちょっと、今のうちに、押さえておいてください。はい。で、この、リッチテンソルとか、リッチスカラーから定義できるのが、この、まあ、次のアインシュタインテンソルなんだけど、アインシュタインテンソルも、まあ、定義はシンプルで、これは、リッチテンソルマイナス2分の1 G ミューニュー R、これですね。で、これをアインシュタインテンソルって言います。いいかな。うん。で、まあ、このアインシュタインテンソルの形でアインシュタイン方程式に出てくるので、まあ、この形も覚えておいてください。うん。で、で、これ、まあ、アインシュタインテンソルなんですけど、まあ、おいおい、こう、足を1個上げたのも出てくるので、うん。まあ、一応書いておくと、この、じゃあ、アインシュタインテンソルのニューを1個上げると、これは R のミューニューマイナス2分の1の、デルタのミューニュー R ですね。うん、で、まあ、この形もね、この形もちょっと覚えておいてください。まあ、覚えるほどではないと思うんですけど、こういう形でアインシュタインテンソルが出てくることもあるので、片っぽの足がね、上がった形で、で、両方の足が上がった形で出てくることももちろんあるので、うん。まあそういう形っていうのもちょっと覚えておいてください。はい。